本日はお忙しいところ、ピーチアビエーション株式会社と東京農業大学との包括連携に関する協定締結式にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本日、えー、私は本日第一部締結式の進行を務めます、東京農業大学企画広報室の中村と申します。よろしくお願いいたします。 それでは、これより、ピーチアビエーション株式会社と、東京農業大学との包括連携に関する協定、締結式を始めさせていただきます。はじめに、本日ご出席をいただいております、皆様方のご紹介をさせていただきます。まず、ご来賓 並びに立ち会い人をお願いしております、網走市長、水谷陽一様でいらっしゃいます。続きまして、本日の締結におきます、ピーチアビエーション株式会社の代表者、森竹明代表取締役 CEO でいらっしゃいます。続きまして、 東京農業大学の出席者をご紹介いたします。東京農業大学、江口文夫学長。上岡美穂副学長。上田智久、産学・地域連携センター長。 以上、ご来賓並びに本締結式の出席者をご紹介させていただきました。皆様、本日はよろしくお願いいたします。それでは、締結式に先立ちまして、本日、ご来賓として、また、締結式立ち会い人としてご臨席をいただいております、網走市長、 水谷陽一様よりご挨拶を頂戴いたします。水谷様よろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました、網走市長の水谷でございます。振り返りますと、2011年5月、今からもう11年前になるわけでありますけれども、泉佐野のピーチの本社にお邪魔をいたしまして、 このメマベツ空港にピーチの便を飛ばしてほしい。そんなお願いをしたのがちょうど11年前でございました。今年に入りまして、その念願が叶って、成田線、そして関西空港線が就航したわけであります。メマベツ空港の利用促進、こうしたことを考える。また、地域の入り込みを考えた場合、やはり空の玄関口は マグチが広くなること、多くのお客様が来ていただくこと、ピーチ・アビエーションさんの役割が私はますます大きくなる。まあ、こうした思いを地域全体が持って、就航の誘致活動がやっと実ったものだと、このように思っております。これからの、この地域の、そして、網走の観光の皆さんが多くこの便をご利用いただいて、この地の 良さを知っていただく大きな機会になるものだと、そう確信しているところでございます。また、我が東京農業大学大津キャンパスは、多くの学生、9割以上の学生が、道外から来ているという実態がございます。東京世田谷と厚木にキャンパスを持っている大学でございまして、 春夏秋冬、四季のはっきり折り折り、はっきりをしているこのオホツクキャンパスにおいて、春と秋、春は種をまき、秋は収穫の秋、漁獲の秋、そうした四季折り折りの風景が、農業大学として種をまく、刈り取りをするといったような、学生同士の交流がより盛んなることが、 この大津区キャンパスの活性化につながる。そしてまた、その魅力を全国に伝えることができるのではないか。そこに、ピーチアビエンションさんの、こうした、いわゆる空飛ぶ電車と呼ばれる、気軽にこの地に訪れる交通手段が得られたことは、地域の活性化に資するものと、このように確信をしているところであります。今日、ピーチアビエンションさんと、東京農業大学が、 連携協定を結んで、こうしたオホーツクの魅力、そしてまた地域の皆さんがそれぞれの地を知ることによって、この地の良さが分かってくる。まあ、こうしたことを、この二つの連携協定の中で、育み、そして発信できることを心から期待をして、私からのご挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。 水谷さんもありがとうございました。それでは、締結式に移らさせていただきます。締結式に先立ちまして、包括連携協定書の内容を読み上げさせていただきます。ピーチアビエーション株式会社と東京農業大学との包括連携協定書、 PG ジアビエーション株式会社以下こうというと、東京農業大学以下オツというは、次の通り、包括連携協定を締結する。目的、第1条。本協定は、うとオツが包括的な連携のもと、うオツが持つ社会的使命に基づき、うオツが持つ知見、技術等を用いて、 高ツが関わる地域の活性化や産業振興等への貢献、さらに将来を担う人材の育成に努めることを目的とする。連携事項。第2条、高ツは次の事項について相互に連携、協力するものとし、細目及び具体的な実施内容については、 両者協議の上決定する。第2条第1号。両者が関わる地域における関係人口拡大による地域活性化に向けた事項。第2号。第1号に関する産業振興等に必要となる事項。第3号。国際的な視点を持った将来を担う人材の育成に関する事項。 第4号、その他、両者の協議により必要と認める事項。協定の有効期間、第3条、本協定書の有効期間は、本協定書締結の日、えー、本日7月30日となります。から、2024年3月31日までとする。ただし、 本協定書の有効期間満了日の30日前までに、公またはオから延長の申し出があったときは、公オ協議の上、さらに1年間更新するものとする。第4条協議、第5条秘密保持義務につきましては、えー、お時間の都合上省略,省略をさせていただきますが、お配りをしております 協定書写しにより内容をご確認ください。以上の内容となっております。なお、本協定の具体的な内容、取り組み等につきましては、この後の代表者挨拶及び第2部5社トップ東京農業大学学生との会談、オホーツクの未来を運ぶピーチ、 三、官、学、タック。無限の可能性におきまして、より具体的な内容をご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、調印に移らさせていただきます。ピーチアビエーション株式会社より森代表取締役 CEO。東京農業大学より江口学長。調印席にお進みください。 それではご署名をお願いいたします。協定書は同じ内容のものを2部ご用意しております。それぞれにご署名をいただきました協定書は、ピーチアビエーション株式会社と東京農業大学におきまして、今後長らく保管されることになります。 お二方ともありがとうございました。ここに、ピーチアビエーション株式会社と東京農業大学との包括連携に関する協定が確かに締結されました。両者におかれましては、ご起立をいただき、ピーチアビエーション株式会社と東京農業大学の固い絆の証となりました協定書を掲げていただければと存じます。よろしくお願いいたします。 それでは、ご着席をお願いいたします。それでは協定の締結を終えましたところで、森代表取締 CEO と江口学長よりご挨拶を賜りたいと存じます。まず、森代表取締役 CEO よりご挨拶をいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ピーチの森でございます。今日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。さて、本日ピーチは、初となる大学との包括連携協定を、東京農業大学様と締結させていただきました。 本協定の締結にあたり、東京農業大学江口学長、そして関係者の皆様、そしてこのような素晴らしいご縁をご紹介いただきました、水谷網走市長。深く感謝をしております。本当にありがとうございます。市長からご紹介がありました通り、7月1日にピーチは、目満別から関西空港への路線を就航させていただきました。 関西からも東北海道が非常に近くなったというふうに思っております。東北海道と首都圏、そして関西圏を結ぶ唯一の LCC である私たちピーチは特に若い方々の往来の促進による地域創生だとか人材育成という新たな可能性が あるんではないかというふうに考えておりました。でその中で、今回のこの時期における東京農業大学様との連携協定は非常に意義があるものだというふうに思っております。東京農業大学のここオホーツクキャンパスの学生さんならではの視点で食とか農業とか観光の分野での共同開発を 一緒に行うことで、オホーツクエリアの魅力をさらに発信することができると思います。それにより、より多くの日本全国の若い方々が、東北海道に関心を持ち、ぜひ行ってみようという気持ちになるに違いないと確信をしております。東京農大学さんの学生さんたちと、私どもピーチの人、こと、もののシナジーにより、 未来志向の地方創生に取り組んでまいります。先ほど市長からもご案内がありましたが、あの、種まきということで申しますと、2020年は航空業界にとって非常に厳しい年度でございました。その中で私たちは新規路線の開設という種まきをしてまいりました。そしていよいよ水をあげ、肥料をあげて花を咲かすこの時期に今回のご縁をいただいたことを 非常に意義深く思っております。安全を第一でしっかり運行して、東北海道の発展に貢献してまいります。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、江口学長よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。え皆さん、こんにちは。 東京農グ大学の学長の江口文夫でございます。ただいま、ピーチアビエーション株式会社、東京農グ大学の連携包括協定の調印が、滞りなく行われました。心からお礼申し上げる次第でございます。また、このですね、素晴らしいご縁をお作りいただきました、網走市長の水谷様には、本当に心からお礼申し上げる次第でございます。 我々東京農業大学とピーチアビエーション株式会社様とのこういった連携というのはもともと計画されたということではございません。まさに4週間ほど前、私、森社長がこの目バ別空港においでになるということを水谷市長からお聞きし、そしてぜひそれではご紹いただきたいということで空港の特別室で 実際にお会いすることができましたこういう包括連携協定というものはやはりどなたがその、えー、紹介者になるかそしてその相手側のトップがどういう方なのかということのまず第一印象という部分が今後の大きな広がりにこれは関係していくというふうに私は考えております私自身本当に弱い者ではございますが森社長とお会いして この社長であるならば、我々東京農業大学としっかりと連携して、一歩一歩新たな方向性に向かってチャレンジすることができるということを強く確信したわけでございます。そのようなことから、それぞれの、えーまあ、法人のですね、えー、事務の皆様方には、本当にあの、大変な思いをさせたかもしれませんけれども、こういう本当の短時間の中で締結ができたということを、 森社社長をはじめ本当ににピーーチアビエーション株式会社皆様にお礼申し上げますそしてこれは本来学長が言うべきことではないかもしれませんけれども東京農業大学のそれぞれの組織が頑張ってくれそして教授会に諮ることができてこの日を迎えられたということうちのそれぞれのスタッフにも感謝する次第でございますまずはじめに東京農業大学がなぜ北海道なのかということでございます 先ほど水谷市長からも東京農業大学は3つのキャンパスがあるという部分でご紹介いただきました。東京農業大学の総合農学というものは山の上から、そして森林圏、そしてそこから里山に降りて、川を通って海洋に行くという、その我々人が接する幅広いところの学問を追求していく、そういったような学問体系、学問領域の中で学ぶ 大学であるということでございます。そして、それぞれのキャンパスがありますけれども、なぜ北海道なのかといいますと、我々、1891年に江本武明によって開学されました。江本武明はまさに江戸共和国の実際の初代の総裁としてですね、この北海道をどのように開拓していくのか、それを先,た先頭に立って実際に し,した人物でございますそして榎本はそれぞれの北海道の資源や人材という部分がどのように生かされそれが産業につながるかということでそれを初代学長の横井利義時吉にそれを継承し東京の御大学の初代学長は,稲の,は稲,稲のことは稲に来てそして農業のことは農民に来てという農学の源である素晴らしい言葉を 私たちに残してくれたわけでございます。その北海道の地に、実際に網走市からのですね、実際にはウェルカムですよというお言葉をいただき、30年以上も前に、まず最初は網走寒冷地農場がスタートしました。そしてその後、市からの本当にたくさんのお力添えをいただいて、このオホーツクキャンパスが実際に開校したわけでございます。 そして現在は、網走市からのいろいろなご協力をいただきながら、そして産業においては農業や農林水産業という部分の学生が一つのですね、アルバイト的なのかもしれませんけれども、実習や、あるいは産業の担い手の一員として活用することができているということ。これが私は本当に嬉しい部分。それがまさに網走市と東京農業大学の 非常に強い絆であるということでございます。この後ろ盾を作ってくださっているのがまさに現市長の水谷様でございます。そういったような部分の中でご紹介をいただき、そしてこの度、ピーチアビエーション株式会社様の森 CEO と実際にこういったような縁を組むことができたということは、今後のこの地域の産業振興、そして 社会の活性化ということにつながっていくと思っています。それはエアラインが都市間を就航する、そこに人が運ばれるということだけではなくて、この北海道、東北海道、そして大月エリア、そしてさらには網走市、東京農業大学というそれぞれのブランドの名前のところから発せられる、それぞれのそこには産物があり、人があり、 そして産業がある。そこから生まれたようなもの、共同研究等で生まれたものが、もしかすると、ピーチ・アビエーションの飛行機のカーゴの中に乗って、世界中に広がっていく可能性もあるわけです。そういったようなことから、この地域の産物が、世界各国に実際に着地していく。そして、東京農業大学のいろいろな技術開発によるその物品が、 ピーチアビエーション様の力によって広がっていく。こういうことも、この一つの連携になろうかと思います。と同時に、もう一つは、起業家といったような部分の中で、今、私はですね、この北海道のオホーツク、オホーツクガストロノミーということで、ここの食材であったり、あるいは人であったり、その食材をいかにお皿の上に乗せて、それを召し上がっていただくかといったような、 その一つのですね、ガストロノミー的な部分を展開していきたいというふうに考えています。それがもしかすると、海外路線の機内の中に何らかのパッケージングとして生かされる。あるいは、パイロットの方や CA の方とのコラボレーションによって、新たな何かを生み出していく。そういうことにもつながるかもしれません。と同時に、今、私はアントレプレナー教育ということで、学生一人一人が、 企業化するということを大切に考えています。これは収納するということではなくて、学生が学生のうちからまさに将来自分が社会で活かす、自分の能力を活かすためには、どんな学びをしなければいけないのかということを、例えば可能であれば、森 CU をはじめ、ピーチアビエーション株式会社の皆様から、東京農業大学の3つのキャンパス、あるいは、 日本全国に広がる農場の学生たちに伝授していただくことができれば、東京農業大学はこれほど力強く感じることはございません。そういう一つ一つのですね、歩みをいろいろな話し合いによってさらに強化する。そんなことでこの締結がもっともっと大きくなっていく。そんなことを私は夢ではなくて現実にするべく実装していきます。 まさに、大学者である江本武明が、実学主義といったようなものを打ち出したのと、まさにマッチングすると思います。そのためには、今日、お集まりの皆様方のいろいろなお力添えによって、東京農業大学、あるいはピーチアビエーション、網走市といったような、それぞれの今日は三者の部分をいかに発信していただけるかということが大きな このきっかけになるんではないだろうかというふうに考えています。そして今コロナ禍の時期でなかなか固く握手を交わすということはできませんけれども、ここの旗のようにしっかりと交わり、そしてこの飛行機に乗って世界各国にその夢が広がっていく、この一つの絵を私は想像し、本日のこの締結、そのご挨拶とさせていただきたいと思います。 本日は本当にありがとうございました。また今後ともぜひご指導のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。以上をもちまして、ピーチアビエーション株式会社と東京農業大学との包括連携に関する協定締結式を終了させていただきます。 本日は長い時間お付き合いをいただきまして誠にありがとうございました。 たまより第2部を始めさせていたただきたく存じます第2部はオホーツクの未来を運ぶピーチ三間学タグ無限の可能性と題しまして、5社トップの皆様と東京農業大学オホーツクキャンパスに在学する学生との会談とさせていただきます。私は司会を務めさせていただきます、東京農業大学広報担当副学長の上岡でございますどうぞよろししくお願いいたします。 はじめに登壇者の皆様をご紹介させていただきます。ご紹介の際、皆様にはご登壇者の皆様に温かい拍手をお願いいたします。まずは、第一部にもご登壇いただきました、網走市長、水谷陽一様。ピーチアビエーション CEO、森竹明様。 第2部よりご登壇いただきます、大阪高等学校校長、岩本信久様。郡ヌベール学院中学校高等学校学校長、池田康明様。東京農業大学より江口文夫学長。 本学つくキャンパス生物産業学部に在学しております自然資源経営学科3年山本圭介さん、食工商科学科4年大江以花さん。 そしてこちらの会談のファシリテーターを務めます、本学・山学・地域連携センター長の上田智久でございます。センター長でございます。特別に今日は CA の大北様にも参加,させ参加していただいております。よろしくお願いいたします。それではこれから40分ほどお時間を頂戴しまして、産官学、すなわちビーチ・アビエーション様。 走氏様、本日おいでくださっている高校様と東京農業大学がタッグを組むことでオホーツクでどんな化学反応が来ているのかについてお話をいただきたいと思いますそれではファシリテーターの上田センター長よろしくお願いいたしますはい山岳地域連携センターの上田ですどうぞよろしくお願い申し上げますそれでは早速5者懇談の経緯をまずは私の方からさせていただきます 五社懇談の経緯を説明するにあたり、農大と残り四社のこの関係性を明確にすることによって、五社懇談の経緯説明とさせていただきます。まず、農大と網走市についてでございます。東京農業大学生物産業学部がこの網走の地に開設され、約30年が経ちました。そしてこの30年の歴史の中で、生物産業学部は、 アバシリ氏ともにですね、共存共栄精神のもと、これまで発展を遂げてまいりました。また、アバシリ氏からは、これまで教育、そして研究の両側面におきまして、多大なるご支援を賜り、また、その支援の成果といたしまして、我々も産業振興、そして地域活性化等によって、このアバシリを拠点に、オホーツク地域に対しまして貢献することで、 密接な関係というものを確立してまいりました。もちろん、網走市だけではなくですね、市民の多くの方々には、特に教育の側面からですね、温かくも、そして厳しく、農大生には接していただき、学生教育といった点で、大変ご尽力いただいております。従いまして、本学に進学を希望する受験生、また、ご父母の方から、 生物産業学部の学びとはということを聞かれた際にはですね、その特徴の一つとしまして、我々は地域が学びであるということをお伝えしております。特にご父母からはこの点に共感をいただいております。次に、農大と大阪高等学校、そして郡ヌベール学院との関係性についてご説明させていただきます。この農大と2個に通ずる点というのはですね、 まず1点目としまして、農大伝統の実学主義、ここにですね、共感いただいているということです。端的に言えば、実学主義とはですね、座学を踏まえたフィールドワーク、この実践です。そして座学におきまして、重要な点というのが、専門的なこのスキル、これを身につけると同時に、本質的な課題とは何か、これをですね、見抜く目を養うという そしてこの目を持って実社会を肌で感じ、そして考えることがフィールドワークにおいて極めて重要になります。ではですね、フィールドがあればですね、フィールドワークができるのかというと、決してそういうわけではありません。それはですね、農大130年の歴史の中でですね、培わりましたノウハウ、これがあってこそ実際にフィールドワークというものが可能となります。そして2点目としまして、 脳をツールとしてですね、グローバルに活躍できる人材を育成する、この点にもですね、大変ご共感いただいております。グローバル人材の育成において、やはりフォーカスされるという、あよくフォーカスされるのが、やはり英語教育です。しかし、英語というものはですね、会話する際のこのツールにしか過ぎないというところがあります。 従いまして、農大では我々は、まずローカルにおいてですね、活躍できる人材というものを、実学主義のもと育成し、英語教育とともにグローバル人材の育成というところに努めております。この点にも大変共感いただきですね、特に大阪高校とは、3年ほど前からではございますが、放大連携を強め、そして今年度より試験的にではございますが、オホーツク学というものを 大阪の地において展開しております最後に農大とピーチアビエーションとの関係についてでございますホーツ地域の発展におきまして特にこのアバシリ市というのは重要な存在ですまたですねそのアバシリ市とともに発展を遂げてきました農大のこの歴史そして経緯があって水谷市長立会人の下先ほど学長からもあの。 ご挨拶がありましたように、本学江口学長とピーチ森 CEO との懇談が6月になされました。その際に森 CEO からですね、教育的側面で地域、そして大学に支援できればとのお話をいただき、本日の本包括連携に至ってございます。そして、明日より2日間にわたってですが、本学部ではオープンキャンパスが開催されます。これに合わせて、 大阪高等学校の学生がオホーツク学で展開いたしますフィールドワークこれを体験するためそしてですねオープンキャンパスにも参加するため来門をいたしますその際にピーチを利用しこのまさにシグの地に足を踏み入れるというふうなことになっておりますまた今回ヌベール学院の池田学校長もピーチを利用し本日来門されました今後ピーチはですね 大学教育だけでなく、実学主義のもとに展開いたします、オホーツク学など、本学の学びをですね、関西、さらには関西近郊の高校生がですね、肌で感じ、成長していく際の重要なですね、架け橋になる可能性が極めて高いというふうに考えております。以上を踏まえ、今回、五者懇談を設定させていただきました。よろしいでしょうか。 はい。それでは早速、これより5社トップには、今回の包括連携協定に対する期待といった視点で、自由にご発言をいただきます。お時間の方は申し訳ございませんが、それぞれ3分程度とさせていただきます。まず、今回の包括連携協定の立ち会い人である、水谷市長よりお願いいたします。水谷でございます。えー、今、 連携協定に当たっての期待という話でありました。もうーチさんが飛んでくるわけでありますから、交流ということが大きな柱になるんですが、交流ではなく私は対流だとこのように思っております。対流とは何かと言いますと、ご案内の通り、寒流と暖流がいじまる入り混じるところは、 これはもう世界最大の魚場になる。プランクトンが一番発生する場所というのは、大流の接点の場所が、新しい命、新しいものが生まれてくるんだろうと。その大流を東京農業大学という寒流と、ピーチアビエーションという暖流がいじまり、いじ、入り混じるところが、この網走市なんだろうと。その期待を持っているところであります。 今日は大阪から先生お二人見えて本当にお暑い中ありがとうございます。オホーツクブルーというように雲一点ないこの空というのがこのオホーツク地域であります。今日は大変暑いんですが冬になりますと実は網走の海には一面の氷が張り付くわけであります。冬も実は鈍天の日が少なく晴天の日が多いオホーツクブルーであります。海に 氷が閉ざされることで、水蒸気が上がらないことで雲が発生せず、晴天が多いということであります。そして、流氷が来ることによって、そこでプランクトンが大量に発生し、流氷が開けたウニやカニというものは、多分世界で一番美味しい食べ物を食べたカニとウニがそこで食べられるということであります。アワシリは春夏秋冬、四季のはっきりした町であります。 夏と冬は流氷が来る。このグリーンシーズンには多くの観光のお客様が見えるわけでありますけれども、流氷が明けた時に観光客の方はおりません。しかし、一番食べ物の美味しい時期は実は流氷が明けた時である。そして流氷が明けたら種まきが始まる。秋は一番食べ物の収穫で美味しい時期である。 あと一分ほどありますが、もうちょっとおしゃべりをさせていただきますが、北海道でトウモロコシが美味しいと言います。札幌の大通りのトウモロコシが美味しいんじゃない。実は、もぎたての朝取れた一番のトウモロコシが一番美味しいんです。北緯44度、この北の地にある夏の,夏の時期というのは、一番太陽が昇っている時期がこの同等であります。つまり、 気温が一番下がる朝日の上がる前に一番温度が下がり、そしてその時に生物というのは大量の甘さ、つまり糖分を出すわけであります。ですから、もぎたてのとうもろこしが美味しい。決して冷凍したものが美味しいんじゃなくて、もぎたてのとうもろこが美味しいという、そうした北海道ならではの産物も、このオホーツクと地では私はあるんだろう。そうした 身近なことであっても、寒流と暖流がいじまるこの街で、そうした一つ一つの知見、そして物語をこれから作っていくことが、私は大変、ピッチさんと東京の度合に期待をしているところであります。私からは以上です。はい。水谷市長ありがとうございました。続きまして、森 CEO、よろしくお願いいたします。 はい。あの、まあ、先ほどもお話しした通りですね、今回のその連携協定から生み出されるこのオホークの新たな魅力、まあ、食べ物とか農業、観光の分野でですね、多分新たな魅力もこれから発掘して、形にすることができると思います。そういったものを私たちがしっかりと我々のチャンネルで世界に発信をしていくということが大事なんだなというふうに思っております。で、今回、あの、 実は、あの、なんていうんですかね、あの、あまり、こう、そこまではないなと思ったんですが、高校生の方々との交流の目が、こう、育ちつつあるということで、非常にまたこのご縁にも感謝してるんですが、もともとピーチの創業以来の主要の顧客、お客様というのは、20代、30代女性をターゲットにブランド戦略を構築してまいりました。まあ、今日いるキャビアテンダントも、まさにそのブランドの通りなんですけれども、ところがやはり、 創業10年経ちますと、当時20代だった方も30代、30代だった方も40代。年齢の情報シフトというのはあるんですけれども、下方シフトというのはなかなか難しいんですね。そういった顧客層を拡大する観点から、まずは大学生で、さらには今回高校生というところまでチャンスをいただいたわけですから、この幅広い年代層の方々と、まあ、一緒にこの東京農大さんとですね、何かこう新しい情報発信をしていくことができるというのは、 我々企業にとってもすごいメリットがありますしぜひそういう意味でお力をお借りしたいと思ってますそれともう一つなんですけれどもあのやはりコロナ後の世界を想像してみたとき、要はポストコロナという観点で、まあ、いろんな経営者がいろんなことを考えてますでピーチも私がいろいろ考えてはいます、まあ、ポストコロナを想定した国内線新規路線の展開ということを2020年度はやってきたわけですけど その思いはですね、やはりこれからの社会は地域、地方が主役です。このポストコロナにおいてもそれが現実の世界となってきます。まあ、今回このパンデミックで都会の密からより地方によりこう密を避けるそういう動きもあります。もともとあった定住だとか移住だとかそういった動きが今後さらに加速をしていきます。その時に 移動するための手段が必要になってきます。しかも、そういったところに、定住された方、移住された方が、何度でもまた都会に行って帰ってこれる環境がないと、なかなか踏み切れないんですね、そういう決断が。まあそういったこのポストコロナを見据えた地域、地方が主役になるという観点では、私はあの、先ほど、センター長がお話になった農大さんが、地域が学ぶというところは、我々のこれから進むべき道と、 すごく親和性があります。だからそういった観点で、じゃあどうしたら地域地方の魅力がこうより研ぎ澄まされて、来ていただけるようになるのかというところは、ぜひ一緒に考えさせていただきたいというふうに思っておりまして、あの非常に期待をしております。私から以上でございます。はい、ありがとうございました、えー。それでは続きまして、大阪高等学校、岩本校長、よろしくお願いいたします。 大阪高等学校校長の岩本でございます。先ほど、上田センター長様から、本校との関係、東京農業大学様との関係、ご説明いただきました。これも本当にご縁やなと。3年前、広大連携ということで、本校の生徒たち、高校生ですけれども、食や農業、農の教育を強化する上で、 おホーつくをフィールドとして、東京農大、えー、農業大学様と、えー、共にですね、おホーつく学を進めてまいりました。えー、今回の、えー、両者の連携によって、これまで以上に学びの機会を増やせることで、よりおホーつく学の学びを強化できるんじゃないかと、えー、期待をしているところでございます。えー、実はですね、えーまあ、高校、 一学期が終わって、今夏休み中なんですけれども、一学期、7月の上旬に、二人の生徒がですね、校長室に飛び込んでまいりました。どういう話だったのかというと、校長先生、ちょっと私たちのプレゼンを聞いてほしいと。え、なんだろうと。 えー、期待半分、えー、ドキドキしながら、その、プレゼンを聞かせてもらいました。何の話だったのかというと、先ほどのオホーツク学、うー、広大連携、えー、との関わりがあると、私は、改めて思うんですけれども、北海道の、えー、植物、えー、苗、種、えー、を、大阪の地で、あの、暑い暑い、今までも暑いんですけれども、その地で、 育てることはできないかという実験を実は去年1年間かけて子供たちはやってまいりました。で、当然ながらその研究成果あではうまくいったところと、えー、まあもう少し工夫したらよかったなというところがございました。それを子供たちは私にプレゼンをした。で、趣旨は何なのかというと、来年度も続けさせてほしいと。ぜひぜひこの取り組みは続けたいんだと。 校長、許可してくれ、ということを私に訴えてきたわけです。えこの取り組みはですね、東京大学様、農業大学様との支援だけではなくてですね、地元の高校生とも連携をしている実は話なんです。でただし、こコロナということもございますし、まあ、地理的な問題もございまして、ウェブ会議ですよね。 そこで、えー、地元の高校生と、本校、大阪の高校生だと、えー、ちょっとこういうものを今育ててるんだけども、教えてくれと。この点、こうなったら時にはどうなるのかっていうことのやり取りを子供たちはしておりました。で、今回の連携。えー、これはですね、やはり子供たちが成長するう、実学ということを先ほどおっしゃられてましたけども、来て五感を使ってですね、 そのことを体験する。そのことで、今の日本の子供たちは、私の中で言うと、飛躍的成長する機会があるんではないか。やはり閉じこもった形ではなくって、まあ、私の高校は大阪にあるわけですけれども、この大津区のク地に来てですね、で、この環境の中、で、この大学の施設だけではなくて、先ほどございましたけれども、あの、 地域が学びであるとこれも大きいなというふうに改めて思っております、えー、明日、えー、子どもたち生徒たち、えー、10名ほどですけれどもお世話になります、えー、ぜひぜひこれからの関係をですね深めていけたらと思いますので一つよろしくお願いいたします私からは以上ですはい岩本校長誠にありがとうございました それでは、えー、郡ヌベール学院、えー、池田学校長続きましてよろしくお願いいたします、はい、池田でございますよろしくお願いしますえー、っと私はあの大阪出身でございまして、えー、現在本校もですね大阪の寝屋川というところにございます、えー、小中高一貫校でございまして、えー、そこのお学院長および中高の校長をしておりますただですね私今日お寝坊しまして、えー、7時過ぎぐらいに起きちゃってあ。 まずいと思って、えー、関空に走って、9、え、時、ー、の便に乗って、11時に、満別に着くという、たった2時間で、わずか2時間で着いちゃう、えー、この移動距離っていうのは、本当に魅力的だなというふうに思ってますし、えー、下手すると、東京、本キャンパスう、東京のキャンパスに行くよりかは、近いんじゃないかな,なんていうふうに思ったりもしております。 えー、この移動距離はですね我々、関西の教育界においてはですね本当にあの重,要重要なあポイントだなという,ふうに思っています。であの来年、ですね、えー、日本の教育は大きく変わります。新、えー、学習指導要領が入ってきまして探究っていう言葉が150回以上、新学習指導要領の中に入っています。えー、探究っていう学びをどういうふうにこれから高校生がやっていくのか、えー、その素材ですよね、ネタ。 どういうふうにネタを選べな,選ばなきゃいけないのかって本当に大阪の先生方困ってるんですね。その全てがこのオホーツクにあるんじゃないかそう思っています。なので我々は来年の探究的な学習をこの地でやりたい本当にそう思っていますし実はですね大阪の校長会でもそんな話があってですね大阪の先生方はですねすごく魅力的に思っているというそんなあ。 まああの思いと言いますか、えそれを今日伝えに来たというそれだけなんですけれども、えそういう大阪のですね関西の子どもたちが本当にあの何ていうかな本物の学びをですねこの地でできるということを期待して、えー、我々も参画させていただきたいというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。はい、池田校池田学校長、えー、大変ありがとうございました。それではですね最後に本学江口学長の方からよろしくお願いいたします。 ありました、えー、今ですね、えー、それぞれの皆様方からいろいろなあのご意見を伺ってですね、まさにあの私自身、東京の大学が何をやるべきなのか、何を求められているのかという部分をやはり整理する、あるいはそこを考えるということを今改めてですね、あのーまあ、私自身が感じたわけでございます。で、まずですね、あのー、岩本校長がおっしゃった五感を大切に、まさに私は、えー、この え4月に学習になった時に五感で感じてもらいたい教育をやりたい。それからもう一つ、あの池田校長が言われたように探求という部分の中で、私の人生の中の哲学というのは何かというと、やってみなければわからない。チャレンジするということが私の一つの哲学です。その哲学を実際に実行するためには、例えばどこかに何らかの形で自分が踏み出していく。その現場に行く。 という部分が非常に重要だと思っています。その行く手段を得るという部分の中で、広域のところにつな、えー、げられていくっていうことは、まさに交通網という部分が、これは一つ鍵になるというふうに私自身は考えています、えー。そのようなことから本日のですね、こういった、えー、包括連携協定という部分は非常に意味があるということと同時に、もう一つは学生にもですね、例えば この飛行機に乗れば私はどんなチャンスがあるんだろうかということを一つ考えるということをやっていただきたいんです。例えばいろいろなコロナ禍の状況の中で今は行くことができない。でもここにこういったような路線がある。その先には何が広がってるんだろうかということをまず先に自らが調べる。そしてわからなければ聞く。そして その後に実際に体験してみる。これがまさに私は非常に重要だと思っています。したがって今回このようなご縁をいただいたということはですね、その物事を調べる考える、そしてそれを実装する、そして実学的な部分につなげていくという部分の中の非常に大きなチャンスである。このチャンスを学生諸君に生かしてもらいたいと思っています。逆に今日 お二方の校長先生にお見えいただいてますけれども、逆にこのオホーツクの地に来,た来れば、いろいろなことが学べるんだ。そして自分の肌で感じて、自分のこの目で見て、そしてこの雪が降る。そして流氷の音が聞こえる。そして森の中では葉っぱが落ちる。そして雪解けの時に大きく木の枝が跳ね上がる。そういう音をぜひ聞いて、 この大自然の素晴らしさ、そしてこの地球上に私がいるんだということをですね、実感してもらう、こういう、えー、チャンスをいただけたということで、私は本当に感謝すると同時に、今後に期待しているということで、えー、私からのコメントとさせていただきます。ありがとうございました。はい。えー、社トップの皆様あ、どうもありがとうございました。続きまして、えー、東京農業大学学生を代表し、 音楽部に所属しております2名からあ学生2名からですね、えー、お願いいたします。発言内容の方ですが、少し学生目線に立ちまして、ピーチ修行が農大生にもたらすこの役割といった視点でですね、お願いいたします。まずは自然資源経営学科さん、ね、山本さん、お願いいたします。改めまして、よろしくお願いします。 東京農業大学生物産業学部自然資源経営学科の山本圭介と申します。2年半前にオホーツクキャンパスでの新しい学びを展開するために母親と関西空港から新千歳空港へと飛び立ちそしてそこで乗り換えて女満別空港へ約4時間半ぐらいかけてやってきました。その時に思ったことが飛行機にあまり乗る機会がなかったので乗り換えがあって。 ととても疲れたたなないうのが正直な印象でしたそして、えー、2年前のこの時期に初めての帰省をしようと思ったんですけどもその時に航空券を、えー、探していましたその際非常に高いなっていうのが学生目線での、えー、率直な感想です、えー、そして、えー、その帰省を迎えた時に地元の友達にやっぱりオホーツクの魅力っていうのをたくさん伝える機会がありましたと僕は 写真を撮ることが趣味でして雲海であったりとかオホーツクの海であったり畑などさまざまなその写真っていうのを友達に見せてこういう感動ができるっていうのを伝えたかったんですけれどもやはり話であったりとか写真であったりっていうのは限界があるなと感じていましたそれがこの関空,関空と万別が就航することによって 友達が、えー、来やすい環境が整う,整うなと思いました。そして実際に、えー、もう7月の頭の方から友達が2名来ましてと、やっぱり生じゃないと分からんもんがあるっていうふうに言っていましたと。そのコストと時間っていうのが、えー、両方抑えられるのが非常に魅力的だなと感じています。えー、大阪からめま、えー、別へ帰ってくる際に、 目満別空港を使わずに関西空港から釧路空港へピーチで飛びまして、専門船という釧路から網走りへ JR が走っているんですけれども、それを利用してもコストが抑えられるという面で、学生目線に立ったときに、やはりコストっていうのは大きいのかな、時間をかけてもコストを抑えられることができたら嬉しいなと思っていました。それが今となっては関空目満別 えー、飛ぶことによってコストと時間先ほども言ったんですけれども抑えれるというのが夢じゃないのかなと思っていますと学内に目を向けると関西出身の学生っていうのは5%ほどと言われていますかなり少なくて、えー、今回の、えー、関空め満別が就航することによって近畿圏の高校生であったり中学生に農大、えー、の のだを知ってもらえる、えー、きっかけになれれば嬉しいなと考えています以上ですはいありがとうございます5%よく知ってましたね <laughs> ちょっと驚きましたはいえっ、ー、と山本さんの出身はどちらですか僕は大阪府堺市出身ですですので関西空港から、えー、地元の駅までバスで高速バスで一本という環境なのでドアトゥードアで考えたときにも、えー、約4時間かからずで 変えられるので非常に魅力的だなと感じていますはいありがとうございますでは続きまして食工商科学科4年の大江さんお願いいたしますはい、えー、東京農業大学生物産業学部食工商科学科4年の大江理香ですえー、私は22年卒の就職活動を無事に終えたんですが実際に今回のピーチ就航によってその 交通の便が良くなり就職活動の選択肢の幅が広がったように感じました。食、えー、工省科学科は食品、香料、化粧品に特化した専門性の高い学科ですので先輩方は食品業界だったり化粧品業界また科学メーカーに住まれる方が多いです。そのような業界はやはり関東、関西に集中しておりますので4年生の 就職活動と研究室活動の両立が難しく感じていました、えー、現在コロナ禍で Zoom を使ったオンライン説明会やオンライン面接が増えてきてはいるんですけどまだまだ対面を重視した企業というものは数多くあります最終面接まで行きますと企業側から交通費の補助というものがあるんですがそれまではやはり自己負担になってしまいます これは本当にどの地方大学も抱えている問題だとは思うんですけど研究室との両立問題だけではなくて交通費問題というのはエントリー数が増えれば増えるほど負担が大きくなってしまいますこの高い策になりましたのが本当に今回ピーチです、えー、本来片道分の料金であったものがピーチだと往復できちゃいます、えー、面接だけの予定なら荷物が少ないので 本当にシンプルピーチを使って帰ることもできます、えー、本当に学生でも気軽に飛行機が乗ることができて気軽に帰ることができるので研究室活動と就職活動が同時進行が本当に可能になりました、えー、就職活動も研究室活動ももちろんアルバイトも何一つ妥協しなくていい環境になったんだなと感じました、えー、後輩たちはこの機会を逃さずに 北海道で学んだ専門性を生かして、有料ホワイト企業をぜひ勝ち取ってもらいたいなと思います。はい、ありがとうございました。いはい、えー、ちなみにあの出身の方はどちらですか出身は千葉県の市川市です、うん。はい、ありがとうございます。はい、えー、それぞれのお立場からですね、今回の包括連携の意義というものですね、えー、まさに、えー、お話しいただき、また今後期待ができる、膨らむような、そんなご発言内容であったかと思います。ありがとうございました。 それではですね、続きまして、5社トップの方から学生に対して、ザックバラにですね、あの、質問とお願いいたします。学生の皆さん、心の準備はよろしいでしょうかはい。<laughs> それでは、えー、まず、えー、森 CEO からお願いいたします。はい。あのー、あんまり無茶ぶりにならないようにしたいと思いますが、今話聞いてて、ちょっと感動してしまいまして、 いや、こんなことだったら市長が言うとおりもっと早く飛べよかったと。思ってご苦労かけました、本当に。あの、聞いて思ったのはね、やっぱりあの、僕ら航空会社なんですけれども、安い運賃出す意味ってすごくあって、その、まあ、便利に行き来できるっていうのもあるんだけど、どうですかね、感覚的に心の距離近くなりませんでした実家と。はい。山本さん。 かなり近くなったなと感じています。地元の友達ともやはり、えー、距離感があったなと思っていたんですけれども、この関空目満別の就航によって実際に友達も来ましたので、えー、距離感というものは近くなったなと感じています。やっぱりこう、安いことによっていつでも帰れるじゃないですか。これが片道3万4万だったら年に何回帰れるかわかんないから、例えば帰省して、 大阪からこっち来るときに、親御さんも次ね、いつ帰ってくるんだろうと思うと思うんですよ。自分もそうですよね。一回こっち来たら、そ早速帰れない。この運賃だったら、僕、毎月帰れると思うんですよね。そうなってくると、距離は遠いですけれど、いつでも行けるっていう感覚が、まあ、家族の心の距離も縮めてくれるし、私も今大阪、端子府にしてるんですけども、まあ、やっぱりその、いつでも行ける、安い運賃を出す意味っていうのはすごくあるなというふうに、 思ってますので、あの、これからもどんどん、あの、お友達もね、あの、気軽に声かけて来てもらえると思うので、来てもらいたいと思います。あの、就職活動の選択肢が広がるというのもそうだと思います。あの、就活の学生さんが飛行機に乗る、僕はあの、関西空港によくランプサイドで飛行機を勝手に見送ることがあるんですけど、就活の格好して乗るときにはね、あの、なんとかね、合格してもらえればいいなって思って、いつも、あの、この飛行機を遅らせたら面接間に合わないくなるから、絶対帰った後、 アプリでフライトレーダー .com でちゃんとつくかどうかを思出してるんですけども、まあ、そういう使い方もされて本当に嬉しいと思ってますで、まあ、質問というか、まあ、これから卒業される方もいるんですけども、まあ、今回こういう形で大学とピーチがこう一緒にあのいろいろやることができるような環境になったんですねこう一番こうピーチとでやってみたいことあるいは後輩にこういうことやったらどうってアドバイスしたいなと思うことがもしあればお伺いしたいんだけどどうでしょうか はいえー、それではこの点につきましては、えー、大江さん、お願いしますはい、えー、ピーチと実際にやってみたいことで、私は CA さんと商品開発がしたいなと思っております。私が所属している香りの科学研究室には、その化香りの科学研究室にあります、その精油を使って、直接マスクに吹きかける。 マスクアロマの商品開発が私はしたいなって思ってますその現在やっぱコロナ禍でその長時間のフライトでもマスクの着用が義務付けられてると思います乗客はもちろんなんですけどその CA さんもすごく息苦しくて大変な思いをされてると思いますそこでですね私はマスクに実際に引きかけて使用するマスクアロマで少しでもリフレッシュしてもらって ストレスの軽減につながればいいなと思います。私の研究テーマでもあります、江戸赤松は、えー、リラックス効果もございまして、また北斗、花増など、北海道の特産品を使った精油がたくさんありますので、ニーズに合わせた思考性,性の高い商品になると思います。 ありがとうございます。あの、具体的に提案をいただきましたので、あの、早速ちょっと検討していきましょう。それで今、ピーチはですね、あの、ピーチオンラインショップと e コマースの販売チャンネルを持っております。で、これまでは国内のお客様しか買えなかったんですが、あの、先般よりですね、海外のお客様に購入いただけるような越境 EC の仕組みを作りました。実は第1号はですね、マレーシアのお客様が当社のモデルプレーンを購入いただきました。 どういう目的で買われるのかよくわかりませんが、マレーシア、僕たち飛んでないんですけど、世界120数カ国のお客様が、ピーチオンラインショップにアクセスをして、物品購入できるルートができています。もし、あの、マスクに振りかける、あの、アロマのものができたときには、世界中の人が買ってくれるといいですね。はい、ありがとうございます。<laughs> はい、ありがとうございました。えーせ 各の機会ですね。あの隣にね、あの客室乗務員さんがおられるので、えー、何か一言ございましたらお願いいたします。はい。えっとちょっとお話を聞いていてすごく素敵な企画だと思いまして、本当にあのおっしゃってくださったように、やっぱ機内であの感想とかもしますし、で私たちもすごくこうお客様と話す機会とかもあるので、まあそこでこういい香りが リフレッシュできる瞬間っていうのがあればすごいなんか仕事も業務も集中できるかなと思いますのでぜひ実現したいなと感じましたはいありがとうございます早速商品開発の方向性が見えてきたかなと思いました、はい、ありがとうございます、えー、続きましてそれでは岩本校長よりよろしくお願いいたしますはい、えー、学生さんお二人の話を伺いましてあ 一人は関西、大阪から来たんだと。えー、私の学校はあの大阪の学校ですので、非常に興味があるなと。えー、そこであの質問になるわけですけれども、まあ、あのピーチ様とのこの,この関係でですね、名、え、案、ー、別空港、えー、利便性、そして定額運賃とあ言うことないなと思う、えー。その前提でですね、なん,なんで なんで北海道で学ぼうと思ったのか、このオホーツクキャンパスで学びたいと思ったのか、先ほどもちょっとあの、えー、説明ありましたけれども、改めて質問させてください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、えー、山も、せっかくの機会ですの、ね、で、山本さん、大阪からの山本さん、そして千葉からの大江さん、えー、お願いいたします。順番にお願いします。 大学選びの際に農業に関する仕事に就きたいなと考えるようになりました。その考えの理由となっているのは祖父母が幼少、僕の幼少期に祖父母が行っていたレンタル農園での栽培であったり収穫、そしてその利用者同士のたわい,たわいもない会話のコミュニティが非常に楽しいものだなと感じました。 そしてその大学選びの際に楽しいを仕事にしたいなと思った際やはり農業を学びたいと思いましたそして大学選びをしている中でさまざまな大学のオープンキャンパスに行ったんですけれども農大のオホーツクというのは実際に本物の農業を学べる環境が整っているなと思いましたそれは授業は当たり前のことなんですけれども農家アルバイトを通して アルバイトまでが学びの場所になっているということに関して非常に魅力を感じて、えー、アバシリに来ることを決めましたはい、ありがとうございます続きまして大谷さんお願いしますはい、私は千葉から来たんですけど最初は化粧品開発に興味があってこの学科を知りました 高校生の時からその科学が得意科目であったこととちょうど化粧品に興味を持ち始めた時期でもあったのでそれを2つ同時に学べる学科ということでこの食工商化学科に興味を持ちました化粧品を使う美容専門学校などは関東にはたくさんあるんですがその科学を使って化粧品を開発する そういう勉強ができる学科はここにしかなかったので、北海道に飛ぶことを決意しました。はい、ありがとうございましたしあ。ありがとうございます。あの、参考になるなと思いながら、あの、実際に、うちの生徒たち、明日は会えるんですかね、お二人とは。えー、明日はですね、二人とは会えませんが、またの機会をですね、ああす作りますで。あの、ぜひぜひ、あの、子供たち来たときにですね、 そういう学びの場であるということを本当に知って、えー、それで帰ってもらいたいなと改めて思いました。えー、もしも土がかったら私の方から話をしますので、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、池田学校長からよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、最近あの高校の進路指導において、結構海の、海をテーマにした学部が増えてるな、学科が増えてるなとすごく思っているんですけれども、その、 海洋水産の学びをですね、こうやっていく、まあいろんな特徴があると思うんですけども、その特徴をぜひお,お伺いしたいなというふうに思ってます。はい、えー、っとですね、海の学び、まあ香りの研究、そしてですね、自然資源経営学科、なかなか海に携わることはないかと、あな,ないかとは思うんですけど、もしあれば、あじゃあ山本さん、はい、えー、お願いします。 はい。えっ、ー、と、僕は流通マーケティングであったり、えー、企業研究、え企業経営研究に特化した学科にいてるんですけれども、えその海洋水産学科と学びをコラボして、分離融合型の学びを現在展開しています。えー、現在私の研究しているものを紹介しながら、え海洋水産の、海洋水産学科の説明をさせていただきたいと思います。と流通マーケティング、 に、えー、特化した企業経営研究を行う自然資源経営学科と、えー、ホーツク海の生態の、えー、研究を行う海洋水産学科と、えー、コラボレーションして、網走の観光について、えー、研究しています。えー、まず、網走っていうのは、えー、世界遺産の知床へ行くための玄関口とよく表現されます。えー、しかし、もちろん網走への観光を目的にされている方も、 網走を目的にしてもらう観光をより多くの人にしてもらうために網走、えー、の道の駅から出ているネイチャークルーズ船というのがあるんですけれどもそれはオホーツク海のクジラであったりイルカっていうのも観測することができます。しかしかただ見てて終わるものではなくて 海洋水産学科の先生が一緒にその船に乗ることによって、えー、クジラの生態であったりイルカの特徴であったりという学びのあるクルーズ船体験というのを提供しようと今研究して、えー、展開しようとしていますそしてそれを自然資源経営学科が満足度評価であったりコロナ収束後のポストコロナの網走の新しい観光形態を提案するという面で 研究を進めています。このように分離融合型の学びを展開できるというのもおほつく脳大おほつくの一つの魅力であるかなと思います。はい、ありがとうございます。まさにあの先ほどからキーワードになっておりますの、五感で感じるですね。あの体験型観光の新たなビジネスモデルの創出なのかなという,ふうに思われます。はい、どうでしょうか。 いや本当にあのだから自然というものを学問にしているので、本当に無限大だなという、もうそれが一番ですよね。本当にそういう学びは、本校の生徒たちにも伝えたいな。本当にはい、ありがとうございました。ありがとうございます。あのー、も,うもう一問あもう、もう一つぐらい、いかがでしょうか。大丈ちょっとだから、あの実はね、大阪でいうと、水産学部でいうと、ねこう、近畿大学さんという,もうまあ養殖というのがあったりとか、 え、関東で言うとね、いろんな、その、そういう海洋系の大学さんもあると思うんですけども、その、その違いってのは何なのかなっていうのは、ちょっと、進路指導において、結構そのポイントって大事だと思ってるんですけど、学生さんがもし答えれるんであれば、ぜひ答えていただきたい,い。そうですね、どうかな、あの、本学科、本学、本学部の、ね、海洋水産の学びっていうのを、もし可能ならばね。じゃあ、あの、代わりにですけども、代わりにお願いします。 <laughs> あのですね、えー、おそらく近代さんなんかがされている、海の学びというのが、えー、養殖ですね。で、我々、えー、西産業学部、海洋水産学科で行っている海の学びというのは、増、えー、増殖ですね。ですので、えー、要は、例えばなんですけども、鮭の稚魚、これをですね、孵化させる。孵化させたものを海に返して、 で、その、おの治療は帰ってくる。だから、養殖ではなくて、増殖という形でですね、自然の中に、えー、自然を生かした形で、資源を守るというのが一つ、海洋水産学科の学びとなっております。はい。ありがとうございます。だから、SDGs とかの考え方って、まさしくそうだと思うので、あの、もちろん養殖もね、大切だと思うんですけども、やはり自然を我々相手にするので、すごくあの、あの、興味深い、あの、進路指導をさせていただきたいというふうに思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。 あはい。では、学者はよろしくお願いいたします。はい。あの、私は普段は世田谷キャンパスにいるんですが、あの、やはりですね、東京農業大学海洋水産学科があるっていうのをなかなか、えー、知らない方もいるのでですね、ぜひ高等学校の先生方や進路の先生方にはそれを広めていただきたいということと、あともう一つは、大津キャンパスにあるからこそ重要という部分は、これは養殖ではなくてまさに生産なんですが、生態系とマッチングした上で、 どのように、その、魚介類であるとか、そういう海洋資源という部分を、あの、基本的に増やしていくのか。ということと同時に、もう一つは、この、オホーツク海というですね、他のところではないようなですね、海産物資源があります。と同時に、もう一つは、このオホーツクという部分においては、ノトロ湖であったり、網走港という部分があり、そこは、 通常の湖と違うような海水が入ってきたり、その中に気水域の部分があったり、あるいは淡水域があるという部分の中で、えー、その全ての、えー、水系が完結しているものが学べるという部分ですね。その部分の中から、まさに、えー、私自身も水産系の論文なんかをこう審査することもあるんですけども、東京農業大学のオホーツクキャンパスというのは、そこがまさに面白いよねということを逆に 他大学の水産系の先生方からちょっと言っていただくっていう部分がありますから、ぜひその辺をですね、あの、生徒さんにも PR していただきたいっていうことが私からのお願いです。はい。ご視聴ありがとうございました。<laughs> え、池田学校長よろしくお願いしますありがとうございました。続きまして、二津さん、二次長よろしくお願いいたします。えー、えー、オホーツクキャンパスの入学式っていうのは大体4月4日だったと思います。 その前の日にもうコロナでできてないんですけれども、入学式に参加される生徒さん、学生さんと、そしてご両親の方々に、アワシ商工会議所が事務局となって、あの、歓迎レセプションをやるんですね。アワシの美味しいものをそこで食べてもらう。こういう街なんだなっていうのをやるんですけれども、もう2年くらいやってないんですけど、私も来品の挨拶ですることがあります。もう大体パターンが決まって言ってることをちょっとお話ししますと、 いやあ、なんでこんな網りまでうちの息子行っちゃうんだろうね、というのがまず第一の感想があって、だったでしょ。で、いやあ、網走りまで行ってちゃんとこの子ご飯食べれるのかっていうのが大体のご両親の心配なんですよ。でご心配ありません、お父さんお母さんと。海に行って釣り竿を下げれば鮭取れますから。鮭一匹取れれば大体一週間分は皆さんご飯食べれるので大丈夫ですよ。 農家行ったら、いやいや、野菜持っていけ、何とか持っていけ、カボチャ持っていけ、芋持っていけって、大体、あの、ここの場所に来ると、まあ、ご飯食べれないってことないですから、まず心配ありません。いやいや、そしたら東京みたいな生活できないじゃないかっていう心配をしてる向きもあるんで、いや、ご心配ありません。マクドナルドもあるし、ユニクロもあるし、なんだったらアマゾンもありますから、全く心配ありません。 今度はね、ピーチも飛んでるから大丈夫と、こう言いたいと思います。それで、まあ、農業、あの、農家に行って、まあ、いろんなものもらってこれる、両親のとこ行ってもらってこれるっていうのは、実はさっき、アルバイトの中で学びがあるっていう、まあ、すごいことをおっしゃってたんですけど、もう、ここの農業大学、あの、農大の学生さんは、ホタテのバイト、農家の種まきや収穫のバイトを主としてるんですよ。 いや、いろんなバイトしてますよ。でも、ホタテの違い巻きの時に農大生がいないともううちの産業回らないくらい実は農大生がやっていただいてる。で、私も就職さ、あの時によく聞くんですけど、あの、学,学長先生ここは大変就職のいいところだと私は理解してるんですけど、就職試験時に君アルバイト何やってたのって言ったら、ホタテのバイトやってましたってった。まずそこで驚かれるんですよね。<laughs> どんなバイトだったらホタテを違い巻いて船に乗ってるが、あの、違い巻くんですっ、ね、て。えすごいね。で、漁師と、あの、あの漁師と、ちゃんと会話できるかとできるっていう、その学びっていうのが、実は私たちはすごく就職採用試験をするときにわかるんですね。そこら辺、どういうふうに感じて、今後の就職活動どう考えてるか、含めて、今の一次産業のアルバイト、どう見てますか はい、ありがとうございます。それでは水谷市長からいただいたところでですね、えー、農業バイトの方は山、時間の関係上、農業バイトはじゃ山本さんで、ホタテバイトの方は大江さんでお願いします。はい、はいえー、農業アルバイトについてなんですけれども、やはり、えー、農大で学んだことを再確認できる場ではないかなと考えています。えー、また新たな学びがあるというのも一つ特徴かなと思います。 新たな学びというのは農家さんは日々作業をされていてその中で新しい問題であったり課題に直面すると思いますそのような課題であったり問題を第一,線で第一線で働くことによってタイムリーに情報を得ることができるそのようなことが非常に農業アルバイト農家アルバイトで学ぶことができた点かなと思います はいありがとうございます、えー、それでは大江さん続いてお願いいたしますはい、えー、ホタテバイトなんですが初めは小指の爪ぐらいの大きさのホタテを最終的には手のひらサイズまで育てていきます、えー、私は3年間ホタテバイトを経験してそのうちの2年間はリーダー職となって先頭に立って働いていました、えー、1年生の時に初めてホタテバイトに行ったんですけど 学生たちが集まってみんなで長靴を履いてみんなで同じカッパを着てみんなで日の出を見ながら仕事をしたこの新鮮さに今でも驚いたことを覚えていますまず1年目はもう本当についていくことに必死で全然動けなかったし全然働けませんでした、まあ、その中でそのリーダー職についていた女の先輩がいたんですけど40人を引っ張って 走り回ってる姿を見て、私は本当にかっこいいなと思って、私もそうなりたいなと思いました。そこで、その2年目に仕事を覚えるだけではなくて、別の規模の小さい10人ほどのホタテバイトに行き、そのリーダーを務めました。そこで、その後3年目にですね、当初の目標でもありました、40人を引っ張るリーダーとなりました。 私はまたそこでその人手不足の問題をすごく強く感じたのでより良い環境にするために施策を考えましたえまず人によって時間帯や文書連絡方法などでアポの取り方を工夫して効率よく人集めをすること自分自身が真剣に働いて部下に示し信頼を獲得すること時給交渉や時間帯の融通をお願いして より現場環境を良くすること。また、将来を見据え、できるだけ若い人材を確保すること。まあ、この施策のおかげで安定したその人材確保を可能にしました。私は本当にこの経験はとても大変だったんですが、就職活動では問題解決能力と表現して私の強みであったり、私の武器となったなと感じてます。えー、ホタテファイトは、 私のリーダーシップ像の確立につながり、北海道でしかできないかけがえのない経験になりました。はい、ありがとうございます。市長、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。えー、それでは最後にですね、えー、江口学長の方よりお願いいたします。はい、じゃあすいません。あの、学生二人からですね、あの、いろいろな あの質問に対する答えが返ってくる非常に素晴らしいと思っています。あの、私自身ですね、農大の学生というのは挨拶ができる、そしてコミュニケーション能力が高いという部分を私自身も感じています。で、大津区キャンパスに来たり、あるいは街の中で、例えばコンビニエンスストアに行ったり、いろんなところに行って、私が、えー、例えばカッパを着て、この街の中を歩く仕事をたまにするんですね。あの、キノコ狩りなんですね。 で、こうやって持ってると、あ、農大の人ですかって言われて、あ、そうだよって言われると、普段キャンパスで見ないんですけどって、あ、世田谷から今日は来てるのって言うと、あ、そうですかって言って、いろいろな声掛けをしてくれるんです。キャンパスに来てもそういうことがある。だから、素晴らしい、まさに、地元に育てられた学生たちがここには育っているっていう部分の中では、3キャンパスの中でも特に、あのー、特筆した部分があるかなとはと思ってます。で、そういう部分の中で、 3年間ないしは4年間ですね。この、えー、大津区キャンパスで学んだという部分の中で、ぜひ多くの方に今日いらっしゃるんで、この北海道の網走市という部分をぜひ PR していただきたいと思うんですね。そうすると、もしかすると森 CEO がその部分に対して、じゃあそこに対する何らかのツーリズム的な部分の、えー、企画を立てようとか、あるいは市長の方も、じゃあそこにちょっと力を入れていこうか。 で、できれば私はこの大津区キャンパスのこの中にですね、水族館を作りたいんです。移動水族館を作りたいんです。で、このキャンパスの中にいろいろな人が来ていただく。この柱が水槽になってたらちょっと面白いですよね。こういう普通の人が考えないようなことをやって、ここで語らびがいろいろできているというですね、そういうことも期待してるんですね。だからぜひこんなところが素晴らしいということを、まず皆さんにですね、 ちょっと教えていただくことができないですかよろしくお願いしますはい、えー。それではですね、えーえー、と大江さん続いて山本さんちょっと時間の方がだいぶ押してきましたので端的にお願いします <laughs> 申し訳ないはい、えー。アバシリオ PR ということでそうですね私はまず一番最初にこの学校に来た時に先ほども言ったんですけどそのホタテバイトだってその一次産業に 触れるというところがすごく私は利点だなって思っていてそこの初めて東京にいたら絶対にできなかったことなんですけど初めてこっちに来て一次産業を体験することができるってことはまず私は利点だと思いますあとはその学校の,その勉強面ですと私の学科なんですがその化粧品だったり香料だったりその食品その実際に 化粧水を作って自分で確かめてみたり、そういう実践的な実験ができるってことは、本当にこういうコスメが好きな女の子とか男の子だったら、もうすごく楽しい学校なんじゃないかなって私は思います。はい。じゃあ続きまして、山本さんお願いします。えー、網走の、えー、良いところという面で、えー、日常風景が非常に、えー、刺激を受ける五感で体験できる自然の 雄大さかなと感じています。実際に大阪から友達が2名来た時にも、こんな良い,い場所でバイトしてるんかというふうに、補助の畑の前で言ってもらったりとか、砂浜の、えー、砂浜で焚き火をしたんですけれども、その焚き火をしながら星を見て、こんな良い,い場所で育ってたら、それは就職にも強いよねっていうふうに言っていただきました。そのように自然と 強制しながら生きることができる、学ぶことができる。それがアバシリの特徴であって、非常に僕の中でアバシリの大好きなポイントとなっています。以上です。ありがとうございます。学長最後いかがでしょう。大丈夫でしょう。 はい。えー、それではお時間の方がもう10分ほどですね、えー、押しておりますので、これでですね、締めさせていただきたいと思います。あのー、皆様、長時間にわたり、本当に誠にありがとうございました。で、最後に私の方から1分程度でまとめろということなんですけども、これだけ盛りだくさんのところですね、なかなか1分でまとめるのはですね、こんな難しいなというふうに思っております。まず、えー、まあ、2点まとめるポイントがあるかなと思うんですけども、一つ、やっぱり5社トップとこと ですね、この学生によるこの対談というのはあの非常に大変ですねあの興味深いものだったなというふうに感じておりますでこのやっぱりですね網走の地において、えー、農大が特に重要としますこの教育のキーワード実学主義それから文理融合の学びで地域でのこの学びこれをですね通じて 大きく学生が成長しているその姿をですね、えー、感じることがまずはできました。で、このお成長の姿というのはですね、我々農大だけではなく、ご参加いただきました。皆様におかれましても、その一端を感じていただけたのではないかなというふうに思っております。それから2点目といたしましてはやはり、えー、第2部のタイトルにありましたあ、オホーツクの未来に関わってですね。で、オホーツクの未来においてこの重要なことは何かっていうところなんですけど やはり今のお話を聞いてて、教育なんだろうな、ということを私自身すごく感じました。あの、もちろんですね、あの、観光地としてのお方をつく、それから、食料機器としてのそのお方をつくといったその視点というのは非常に重要なんですが、やっぱりですね、あの、未来をつくるその主体はっていったときに、やっぱり結局は人ですよね。っていうところを考えるとですね、やっぱり将来をつくるこの若い人をいかに育成するのかといった視点でですね、このお方をつく、そして、 アバシリというものを捉える必要があるというふうに私は感じましたで。特に話にもありましたけども、アバシリというのは農業、それから漁業が本当に盛んな地域です。で、この農業、漁業もですね、やっぱり最近のその温暖化によってですね、あの、農業で言うと作るもの、それからですね、漁業で言うと取れるもの、ここにですね、やっぱり大きな変化が起きているわけなんです。で、こうした変化っていうのを 日々の暮らしの中でですね、やっぱり直接第一次産業、従事者、関係者から見聞きできるっていうのが、やっぱり重要であって、おそらくこの地域だけかなというふうに思いました。で、まあ、こうした教育の地としてですね、オホーツクを捉えることが重要なんだというふうに感じております。で、まあ、オホーツクの未来だけでなくですね、それこそ日本の未来を 作るというふうなことでですね、それこそ、えー、教育の地としてのオホーツク、そして、本州との架け橋を担うのはまさしくピーチさん、というふうにですね、感じております。ということでですね、今回のその懇談を通じまして、オホーツクの未来を、えー、その、えー、その道筋っていうものがより明確になったんじゃないのかな、というふうに感じました。はい。以上をもちまして、ご者懇談を終了いたします。ありがとうございました。 登壇者の皆様ありがとうございました、えー、まだまだ大津区でのね化学反応をたくさん聞きたいところではありますけれども、えー、お時間も迫ってまいりましたので本日はこちらでえ第二部を終了させていただきたいと思います会場の皆様、登壇者の皆様に改めてあの大きな拍手をお願いいたしますそれではえ皆様本日は誠に長時間なりましたけれどもありがとうございました